次は Facebook デバッカーの使い方なんですけど、Facebook デバッカーって調べて、デバッカーって出たのをクリックして、ここにアイキャッチ画像が出ない URL、アイキャッチ画像が出ないブログ記事の URL を貼ってデバッグ。ほんで、まずは、これも正常に動いてるんですけど、これが例えば、こんな風にエラーって出てきたら、もう一回ここを押してください。ほんなら、こういう風にちゃんと出ますよって。出てきたら OK。これで OK です。ほんで、もう一回これを、例えば Facebook の方に、コピーペタってやってあげたら、ちゃんと出ます。これどうでしょうか？またわからんかったらコメントください。